今日はですね、この暗記カードと輪ゴムを使ってですね、世界平和につながるものを作りたいと思います。まあね、世界平和といってもちょっとね大げさな話で、結局はですね、こういう飲み物とか食べ物にねつける名前のタグですね、これを作ります。で、なんで世界平和かというと、結局ですね、家族であってもですね、冷蔵庫に入れてる食べ物とか勝手に食べられちゃったりすればね、それ喧嘩になりますよね。で、それがね国際問題になって戦争になったら大変ですよね、なんつう話は、冗談ですけども、これですね、輪ゴムになってるんで、今ジュースにつけましたけども、こういうねちっちゃいパンですとか、それからね、もうちょい結構大きめのやつにも入れてます。これもですね、ポテトチップスですね。こうやってパチッとつけて、これは、はい、俺のですよっていうアピールができます。はい、作り方はねめっちゃ簡単です。暗記カードにですね、輪ゴムをまずはスッと通します。で、これ1本でもいいんですけども、1本だとどういうことが起こるかと言いますと、これをですね、例えばこういう大きいものに引っ掛けた時に、ここにですね、ここに1本だけだとここにすごい力がかかってしまうので、何かの拍子にですね、こうやってプチッと簡単に切れちゃいます。それでですね、それを防ぐために、これ1本通したやつにわざわざですね、もう1本通してあげます。はい、こういう感じですね。こうすることによって、こっちがね多少こうやって伸びたり縮んだりしても、ここにはねダメージがいきませんので、丈夫になるというものでございます。そしてですね、ここに名前を書いていきます。はい、こういう感じでね、名前を書いて、あと裏にですね、賞味期限とかね情報書いてもいいかもしれないですよね。また吉、食べられたら向こうってなめ猫か。はい、今回のねタグは家庭用の冷蔵庫はもちろんなんですけども、お父さんやねお母さんはですね、会社とかでね使うといいかもしれませんね。結構みんなね一緒に冷蔵庫使うんで、あーこれ志村さんのか、新井さんのか、このお茶は、あー中本さんのか、じゃあこのコーヒーは高木さん、じゃあこっちのお茶は加藤さん、じゃあこれは、あー長介さんのか、ん、この名前ってビートルズの前座をした人たちじゃないかーい、ってそこかい、ダメだこりゃ、次行ってみよう。でーん、てっ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 てけでってってってけでって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 けでってってってけでって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 チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。